極限の闘技場伊豆リューネで行きたいと思います。ちょっとスタミナが余ってたんで。お前か、しかもアンドロメダをバインドしてくるという狼藉っぷり。こいつ地味に防御力が結構高いからあんまりどうしようかなこれてか割とどうでもいいんだよなこの階層は。もうここはもうどうでもいいとして、まあ適当にじゃあ消すか。前までね、まあ出た時はこの闘技場どこ取っても強いのしかいないみたいな感じだったけど、最近まあちょっと変わってきて、だいぶぬるいフロアとそうじゃないフロアに きついフロアが6階の玉ドラと12階のデブメタ と、15階のあいつ、カグズチとか覚醒命名、特に覚醒命名だな、と、16階のグリザル、あと18、19、20か、そこ以外はねもうだいぶ死ぬ要素はなくなってきたんで、まあ消化試合ですね。この2時41分と昼下がり、なんかさ、パソコンの動画見てると時計が9時何分だっけ、9時41分だから、に合ってる時、合ってることはほとんどなんだけど、あれなんだよ、で俺のなんないんだけど、俺の撮ってる時間バレるんだけど、これ俺はそこに対してごねていく、なぜ俺は時間がバレるんだ、もっといつ撮ってるかわからない、神秘性が欲しかったね。この男がいつパズラをやってるんだっていう、それごまかしていきたかったのに。何分かかってんだこいつに。俺もちょっとなんか適当にやりすぎてるけど、なんかねスキルを使うかどうか迷って、使ってよかったな、こんな時間かかるんだったら使ってよかったよ。いやもうこいつですでに3分ぐらい使うという大失態ですよ。でも本当もうどうでもいいです、これ。こいつもどうでもいい。でこいつだいぶ硬いんで、水化でやるとだいぶ硬いんで、ちょっと待ってね、多分こんぐらいで殴っても削りきれないと思う。ちょうどいいぐらい削りきれた。しかも結構ギリで削れなかった。ギリっていうかちょうどぴったりみたいな。まあいいっす、どっちにしろ緑じゃなくなるんで。てかこいつさ、よく見たらなんか後ろに人いるな、かぐや姫。後ろ誰だ、なんか後ろにちっちゃい人が2人いるんだけど、こいつ何なの、天から連れ戻しに来た女たちみたいな、そんなのもいるんだ。こいつらにもダメージいくんかね、こう敵倒すじゃん、こうやって後ろのやつにもやっぱりダメージいけるよな、この見に来ただけの人たちに。で次が誰だっけ、次誰、まあいいや、もうめんどくせえ、ちょっと1回で時間使いすぎた、お前らに時間使ってられない。今日はケンタッキーのエビフリツイスターとかいうの食ってきました、食べてみました、さっきまで。俺はケンタッチを常習犯です。僕はケンタッキーの、もう常習犯と言っても過言ではないぐらい食ってる。お、いい落ち方、ハウスデビルドラゴンナイトボイス。もういい加減紛らしいよな、こいつらの、今更だけどさ。あら、
あ、これ消せないやつだ。消せないやつなんで無理やり消しましょう。こいつらのさ、名前って本当紛らわしいよな。なんかカオスデビルドラゴンだかさ、カオスドラゴンデビルだかさ、まだこいつらはいいよ。こいつらはいいとして、本当にひどいのはあの木のやつだよね。マリンライダーロビンってやつ。マリンライダーロビンっていう名前なのに、っていう名前なのに貴族性っていうね、最低だよもう。マリンライダーつってんのにさ、貴族性なんで。ビーストライダーマーリンっていうのがいるんだよね。マーリンで被ってるんだよ。でマーリンの方は水属性なんだよ。しかもでだけど見た目は結構火っぽいんだよ。もう意味わかんないよこいつら。名前と顔が一致してない。親御さんもうちょっと考えてください。名前でちゃんと電話越し、今あのモバイルの時代なんで電話越しでもちゃんと伝えやすいように、ね、マリンライダーロビンとかつけてないんで。デスバイト、こいつかなり優しいね。このワンちゃん、ここいろいろ出てくるけど一番だるいのはあいつかな。あのクラーケンかな。クラーケンが結構きつくて、あと木のやつも最初のターンに変にダメージ食らしてきたりで、あいつもあいつでだるいよね。で溜まるまで、で基本的にここでスキルを貯めるんで、貯めたんでいきます。あれこれ足りなくね。めちゃくちゃ今効かなかったな。どうしようこれ。なんか思ったより攻撃が通らないな。こんなやつにスキル使いたくないけど、あ、でもこれちょっと列組めるね。袋工事に当たってしまった。まあいいでしょう。でここ第一の関門、あれこれとして一番優しいパターンじゃん。443443ってなんだっけ、どんな感じだっけ、なんかこんな感じだっけか、こんな感じだっけ。全然なってない。なんだ今の。でもあんな感じだったよな確か。火力配置びっくりした。何にも、お、こいつ出たか。こいつね、多分皆さん強敵のイメージほとんどないと思うんですけど、水パだと結構めんどいんで、なんでこれ使います。水パだとちょっとね、こいつは強敵なのよ。めんどくさいのよ。っていうのもこいつ1ターン目に5コンボ吸収やってくるんだよね。あの闇ゼウスと一緒なんで、こっちは6出さないといけない。で列パで6出しながら金のやつ倒していくって結構だるいから、もう俺はここでシャリテちゃんを使って浮きにかかります。でアルテミスまた金のやつ、まあここは誰が出てもそんな強くない。ヘッドスナイプカラージショット。俺ねアルテミスの見た目これが好きなのよ。このこれがもう俺の中のアルテミスっていう感じなんだけど、今あの何しゃがみ込んでるアルテミスの方が強いじゃん。あれがちょっとね納得いかないんだ。さっき決めたで発狂してきたんで、発狂してこれだからね。こいつかなり優しいんだ。まだやるんだそれで。ちょっとね、リーダーが封じられてるんで、こっちもいたろう。でなんかあれ、なんかあれきつくないこれ。こ
これきつくない？っていうかこれ俺今バインドガイプしようと思ったんだけど意味あるかな、意味あるこれ。あ、ちゃんとこれバインドガイプしたターンで回復力が元に戻るんだ、初めて知った。よかったよかった、そうなるとは思わなかった。さあだいぶペースは遅いが今10回ぐらいかな、9回だった。出なけりゃ余裕なんだけど、水が出たんでも10ターン耐えざるを得ない。こんな頑張らんでもいいんだけどさ。あ、やべ、お邪魔落ちた。これよし来た。でここでスキル使っても当然溜まるし、仮にここで溜めなかったとしても次あいつらだから、あの詩人なんで、どっちにしろスキル溜めはそこでできます。回復ドロップが、回復ドロップが突き返ていった。まあでも1回回復すればこれですから。あれそうでもねえ、あ1万なんだ。最近回復力はものすごい高いからさ、なんか過信してる感はあるよね。あららら、なんかわけわかんなくなった。最近この回復覚醒なるものがそれぞれに追加されてるから。封印の波動、こいつちょっと火力、体力の具合が、こいつね最後発狂しやがるからよくわかんないんだよな。こいつなんだっけ最後。あ、じゃあそれなりに普通にこれだけあれば大丈夫でしょ。さすがにこれは倒せると思う。あー移動して、結構怪しかったな。こいつ体力300万ぐらいだから、いつの波動で。こいつは別にそんな強くないんで、ちょっと指取って、うわそこする、なんかあらかじめできてると逆にコンボしにくいっていう典型だなこれ。崩した。でこの次はデブメタなんで、スキルをね取っておかないといけないんだけど、まあ、そこまで取っておかなきゃいけないってわけじゃないんで、ねヘルメスが取っておけばいいのかな。ヘルメスがいれば大丈夫なんで、他のやつは使っても大丈夫かな。あら、あ、そう、指がなくなってんだ。おい誰だ、指取ったの。うわ、危ねえ。ちょ、地味すぎてもう忘れてた、この指の交換。でそう思ってみるとこのパーティー結構指あるな。アンドロメダとリューネと、アンドロメダとリューネと、あとマキナ、マキナが2本持ってんだよ。結構指ある。だからもうちょっとパズル頑張っても、もうちょっとパズル頑張れるんだけど。お前それ消すかい。
それを消したらあかんぞ。しかもこの闇ドロップを変換できるやつはこのパーティーにいないからね、有効活用できないんだよ。こいつの必殺攻撃ってなんだっけ。知らねえだろ、多分。知らない知らない。でもうちょっと怪しいんで使います。もっとガーって言っていいんだよね、本当は。こんななんか慎重にやらないで、もっとガーって言っていいんだよ。で、仮にヘルメスいなくなっちゃったとしても、こうしてでこうかな。アンドロメダとガブリエルがいればどうにでもなるんで、まずガブリエル使って、この次アンドロメダ。で、まあ、イズイズかマキなんだけど、まあ、ここはイズイズ。ドーン。まあ、でマキな何もしてねえな。アイシェルー。まあ、こいつもめんどくせえな。この次誰だっけ ?13、14。14誰だっけ、めんどくさいに使います。でこいつ、コンボ吸収使ってくるんで、使われる前にちょっと列を一発、お見舞いしておこう。だいぶ減ったな、おい。こんなに減ると思ってなかった。ていうかガブリエルじゃん。ガブリエルリーダーなんて本当何年ぶりだろう。あ、回復。あ、でもいいよ、回復して。貯めたいから。これやらしいよな、回復消すやつ。ちょ、しばらくガブリエルにしといてほしい。戻らなくていいや。一緒に。ほんとこいつね、こいついつ出てきたやつだっけ。なんか正月、去年の正月あたりに出てきたようなキャラの気がする。年末にこれやばくね。メシドエンド来る。メシビーム、僕もうほんとうざい。もう倒しちゃおう。てか倒さないとやばくない、これ。倒さないとさ、中途半端に削って終わりそうな気がするんだよね。そんなことはねえかな。ちょっとなんか怖いな、これ。この体力の残り具合。あー、えらい。あー、もうそれいらない。でもめっちゃ回復したから、多分メシドエンドと耐えれるかな。あぶねー。ほんと今肝を冷やしたな。これどうする、これヘルメス。スキル使わないと火力が伸びないんだよな。これ倒せるかな。いいや、なんか死んでもつまらないんで使っときます。風雷の試練みたいな感じ、考え方でいこう。死んでもつまらない。取り直しが一番怖いかな。うわ、お前かよ、お前来ちゃう。ちょっと待って、こいつちょっと調べます。ページ開いてなかったんですけど、あれっていうと、こいつが出ると時間制限があるから、こいつが出るとね、一番嫌だね、俺は。っていうのも、この後の2人が、覚醒命名が出てきた場合に相当厳しいことになる。これは結構ね、厳しい戦いになるかもしれない、こいつが出てきたってことは。回復しなくていいか。こいつが出たってことは、で締め付けるを4回やるんか。締め付ける4回やる。つまり4回は貯める。貯めないと次に間に合わないんで。ま、待っても間に合わないけどこれ。まあそれは適当でいいよこれ。3回使ったね。で
たら、まあいいや、光とか残しつつ全然減らねえんだ、これ大丈夫か。まあいいや、これで倒そう。まあ2列あんだらいけるでしょう。まあいけるっしょこれは。さあ次どんな戦いになる。おお前か、出るかお前。待って、エレメンタルじゃまあ足りてねえぞ。まあでもいいか、これにはねかなり厳しい戦いになるね。まあとりあえず何消しとも同じ、これ最初ジン使ってきてこれになるんで、でこのジンをどうやってもまあ別に消してもいいんだよ、消してもいいけど、これガブリエルの自動回復できる。あ、まあ別に回復してこなくてもギリでこれ足りるん でこうなった時に、どうするんだっけなこれ。でこの次にね、知人ランムっていうめちゃくちゃ攻撃してくるやつがあるんだけど、その後に倒したいから、まあ、その次にヘルメスを使うんですけど、とりあえずエレメンタルジャマはたまらないといけないから、まあいらないやつを消しつつ、これを逆に消えないように、まあ消えちゃうかもしれないけど、おこれはいいね、だいぶ理想的で来たんで、まあ、こいつ溜まってないで、次がジンが来るから即死なので、あていうか何残してもよかったな、これ同じだった。でそしたらこれ溜まるんで、でこれ最大を組んで倒します。6-5ではちょっと全然わかんないんで、あれを最大火力解除、11は覚えてないな。11ってどうやんだっけ、11っていうか3-3-3-2だから、19-11か、下に4つ作って、あこうこうか、うわ作りにくいなこれ、作りにくいなこれ、作りにくいな、うん、まあなんとかやってみよう。意外と簡単だった。お、こうなるのか、すごいね、ほんと作ってる人すげえやな、これどういう ルートで作ってんだろうな、どういう調べ方をしてんだろう。デッドギフトで、イズイズを使わなかったのは、イズイズを先に使っちゃうとダメなんだよね、イズイズを先に使っちゃうとこいつが倒せなくなっちゃうから、グリザルがで、ここではもういらないやつを全部消しちゃいまして、それその代わり、もうここら辺の、でイズイズ使いの、ガブリエル使いの、331、332、アンドレメダを使います。なんか下、緑消したかったけど、まあいいか、これで倒せなかったら終わり、倒した、あぶねー、結構ギリだったな、うましめられた。まあ、17回誰が出てもスキルためは可能なので、まあ、ただまあちょっと こいつが出ること特に意識してなかったから死んでた可能性もあった、存在忘れてた。いやなんか一勝負終えたって感じだな。
結構闘技場って誰が来るかによってもちろん難易度変わってくるんで、覚醒命名が出てきてちゃんと倒せたっていうのはなんかちゃんといけるパーティーの証明みたいになっていい。火消しの暴風、でね、次もう次の話になっちゃうんだけども、ゼウスなんて本当ただのなんていうの、ただの茶番なんだけど、もう最近ダルシにサタンと一緒に素材にされるレベルだからな。もう運営がその程度の認識しか持ってないから、ゼウスに対して。次がね、なんかよくわかんないドラゴンとかの混合群、よくわかんないドラゴンたちの共演みたいな感じで、そことその次が悪魔と神の共演みたいな感じ。この2つがね鬼門なんで、カーリーの前に、まあ、カーリーはもうやること決まってるんで、ある意味ルーチンワークなんだけども、その前で誰が出るかは決まってないから、対策は固まってはいないんだよ。だからむしろそっちの方が、この右下の、これ右下のやつ引き取ってほしいんですけど、なんとかなりませんかこれ。なんとかしていただきたい。ちょっとスキルを使うにしてもだね、スキルを使うにしてもだね、とりあえず水、水ではなくしておきたい。水じゃねえや、木、木消しの防風、あちゃ、めんどくせえな、いろいろ消さないといけない。おっと危ない、この次何が出るんだっけな。あ、そうだ思い出した、そうそう思い出した思い出した、あのね、19だ、この次の次でベルゼブが出るからリューニャ残しとかないといけないんだ、思い出した。なんでリューニャ使えない、だから下のこの変なドロップ、これが残り続けるんだよ、めんどくさいな。なんでガブリエルかな、ここは。うわー、一応ある程度体力ないとリファイブが来た時に、あ、でもこれすげえな、お前か、これ素晴らしい。っていうのも次がここで先制2万5000だったけど、次のもまた覚醒ヘラが出てきた時に、覚醒じゃないか、究極か、究極ヘラが出てきた時に死んじゃうんで、回復はしとかないといけない、ね、なので回復しつつ、これいずいず使っていいんだっけ。あ、どっちにしろ次で貯めなきゃいけないのか。こんだけやって回復が揃わないってことはないと思うけど、これね本当貴族性は辛いと思う。あ、お前か。まあでも結構強い方だよね、こいつ。結構っていうか、だいぶ強い方か。だいぶ強い方なんで。で、これどうすんのかな？とりあえず、イズイズを貯めときゃいいんだっけか。そうだよな。イズイズ貯めときゃいいんだよな。で、じゃあちょっと、スキル貯め。一番緩いのがあいつかな、ヘラ、
究極キャラかな。いや割とあそこもなんだかんだで面倒くさいか。いやこれちょっとやばいかも。でもここあれだよね、あのスキル使っちゃうよね。スキル使わずにここ突破するって難しいと思う。でシケストが来るでしょ。でもシケストが来たら多分無理だと思うんだよな。シケストが来ちゃったらもうこれ使います。でちょっと残るようにしたいんだけど、お、いい削り見せるの君。うわ、逃げるかお前。え、もう終わりじゃねこれ。え、ていうかなんでこんな使ってきたの。逃げ、こんなことしてくんのこいつ。10ターンって、90% にしないといけないの。ちょうど 90% じゃなかったの今の。マジで。うわ、こうなるのか。あ、死んだこれ。シケスト、これワンチャンあるか。頼む、次もシケスト来い。頼む、シケスト、シャインスラ。お、お、これいける、これいける。あぶねえ。すげえぞこれ。これ耐え切るか。危ねえ。ちょっと今コンボしてなかったからストパニーが来たら終わってた。すげえな。今の乗り越えたってすごくないか。どう見ても死にかけだったのに。ちょっとこれを、あーだ、うわめっちゃ消えた。まあ、さっきの、あ、でもこれあれだな、相当ターンがあるな次まで。こんなにあるのかよ。あんだけがっつり使ったからな。ちょっと計画的に消していかないと。計画的に消したところでこいつが一気に持ってっちゃったらもう終わりなんだけどね。やべえ、上から降ってくるかもしれない。上から降ってきた。多分回復は絶対消さないでくれよ。回復は消すなよ。でイズが使えるようになれば、イズが使えるようになればあと1ターン。ストパニ、うわ、繋がってるよ。何やってんだ。これもいけってことかな。いけねえじゃん。何やってんだ。シャイニングスピア。で、シャイニングスピアが来て、もうまだ大丈夫だから。これはね、ちょっと、これ、特に何もしなくていいよね、これ。こうだよね。でそしたら敵何かしらしてくるから。そしたら、イズイズを使いの、これある意味で最高の布陣かもしれない。回復しながら倒さないといけないから、これは結構きてますね。まあどんな組み方でも倒せるでしょう、おそらく。よし、うん、ちょっと闇殿の数は気に食わないけど、まあやるしかない。あ、で弱い方来た。これいけるね、これは。まあリューネがよっぽどしでかさない限りは。組んでくださいと言ってるもん。組んでくださいと言っているぞ。で、まあさすがにこのまま落としたら列が1個なんで、33、これ8だから、
ほら、ナイスコンボ。ワルマガヤ、これ勝ったね。もうここまで来たらアンドロメダも溜まってるん でガブリエルもさっき使ったもののヘーストでまたちょっと溜まりかけてるんで、さすがにも死に良さないわ。いやどうですかこのイズリューネの安定感。結構ね、覚醒命名が出てアテナが出るって結構きつい組み合わせだったんだけど、お前結構減らしてくるな。自重しろよ。結構きつい組み合わせだったんだけど、それで枯れたっていうのは割と自信になったな。まあアテナは完全に運が良かったんだけど。おいお前、消化試合なのに結構粘ってくるこいつ。何だよそこで。やめろお前は。何なんだよこいつ。いいよその人としての強さ発揮してこなくても。もう諦めてくれここは潔く。もう粘り強い闇代わりとかいいんだよ。カーラマーもうそれだけやってる。これ大丈夫かな。まあ、言うてまだ1200万ぐらい体力残ってるはずだから。もうヘルメスを下げるなお前は。しかもこいつの間抜けなところって自分で回復ドロップを必ず作るんだよな。ここがもうこいつの一番弱いところ。もうずっとそれやってろお前は。出た杭を打った。ちょっと怖えな。なんか指が離れそうだからさっさと回復しておこう。もうカーラマーだけやってて他のことをしないで。カーラーマーだけやってりゃいいんだお前は。もうサンボやなんちゃらとかやらないでくれよ。せいかもうこれ、これ倒せるよな別に十分に。まあでもちょっと変な気を起こさないでおこう。ここは確実に行きたいんで。オルンピー欲しいからな。まだいらないけど欲しいんだよ。でヒカピーはもう本当にいらないけど、イーリアに全部ぶち込もうかと思ってるぐらいいらない。もうやめろよこれ、やめさせろよ。だいたいさスキル封印しといて自分はこう2回も攻撃するって卑怯じゃない。スキル封印じゃなくてあのスキル遅延しといて。スキル遅延してるんだからお前の動き止めろよって感じなんだ。あでもそれだったらなんかダメか。それは酷だな敵にとって。ドラクエのボスがベホイミしてくるようなもんだよな。ドラクエのボスがベホイミってほんと何の意味あんだよっていう。こっちはそのターンに300ぐらい暮らしてんのに敵がベホイミしてくるっていう。オッケー終わりました。じゃあもう最大火力をぶち込んでいくかね。
考え込む俺。じゃあまずはガブリエル、アンドロメダ、イズイズ、めんどくせえな右上、なんというめんどくさい配置。まず一回解体してから10メートル焦るでしょ。それよりね、俺はこいつを倒したかった。だからあのホノピーか、まあいいや。あ、ホノピーだからこいつもシャリで使えねえんだ。こいつを倒したかったんで、ちょっとさっき手抜きました。さあ T を貫通して優秀の美といこうじゃないか。貫通しねえ。こいつ防御力いくつだよ。あ、よかった。いやー40分ぐらいかかった。こんなかかるんだな闘技場って。魔法のピン